はい、じゃあそれでは今日はいつも通りね飲んでいきましょう。今日は、プレミアムモルツでございます。正月バージョンで、お送りしております。七福神ですね。はい、こちらめでたいなビールをね飲んで、今日はあのゆるキャンっていうねあのアニメがあるんですけど、いやキャンプのアニメなんですけど、そのキャンプの中に餃子鍋っていうのがありまして、今日はねそれをね作っていきたいなと思います。なんかどうやら結構 あんまり聞いたことがないね、料理なので、スープはね一応ゆるキャンだと確かなんか元かなんかを作ってたんですよね。担々麺なんですけど、担々麺の元を入れてたんですけど、担々麺のつゆも今回作っていきながら、まあ、コスパよくね、料理の方していきたいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。なんでありがとうございましたんだ。あーうまい。今年のね2021年は新しいことをやるということでね、いやボケてきちゃったね、少しちょっとボケてきちゃいましたね。まあ、今年は2021年はね新しく、いろんなものに挑戦していくということをね、目標に、していきたいなと思っておりますのでね、早速新しいことやっております。新しい炭大雪備長炭をね、使っております。まあ、比較的ね日持ちもよくコスパもいいというね、炭らしいんで今回これ使っていきます。そして初のプレミアムモルツでございます。で初の今日は餃子鍋ということで、餃子鍋の方ねこれからね作っていきたいなと思います。まずはちょっとねタレ作りからねいこうかなと思います。タレ作りなので、まあ、今回ダッチオーブンをね使って、お鍋の方をね作っていきたいなと思います。もうこれねめっちゃお手入れしてる感じの、これ最近ね気づいたんですけど、米をね溶いた研ぎ汁で洗うとめっちゃ綺麗になるこれ、なんかちょっと米ね洗ってた時にちょっとこの研ぎ汁もったいないなと思って、ここにバシャンって入れたんですよ研ぎ汁を。じゃめっちゃ綺麗になるこれ。なんでちょっとねぜひちょっとねやっていただきたい。これ研ぎ汁はね使えるのかもしれない。めちゃめちゃ綺麗になるんで、なんか摩擦があるのかな、なんかちょっとそこら辺よくわかんないけどね。まずねちょっと1人前のやつで、作っていきたいので、まずお水をね 400cc ですね。 400cc、こちらに入れていきます。はい、次が大さじ1ですね。これは鶏ガラスープの素をね入れるんですけど、一応コンソメで大さじ1こんなもんかな入れていきます。でその後に、白ごまを入れていきます。で白ごま 100g なんだけど、 100g って結構入れるよね。これ 15g なんだよね大さじが。ってことは 100g なら 50g か、 50g 入れるんだ。ってことはこれを2杯の3杯とこんぐらいですかね。白ごま入れていきます。で次が、オイスターソースですね。これは、少量で、少量というか小さじぐらい、こんなもんですかね。オイスターソースを入れていきます。でその後に醤油大さじ1でございますね。醤油を大さじ1で、まあ、こんなもんですかね入れて、でその後豆板醤大さじ1で入れていきます。練り物が最初入れない方がいいな。これ豆板醤こんな感じ、結構いろんなものが入ってるね担々麺って。であとラー油が大さじ1でございます。ラー油も結構ね、まあ、入ってますね。これね大さじ1結構入れるね。うわこれなんて地味な作業なんだ。これラー油がなくなっちゃうこんなにラー油使うの、なんか健康に悪そうだねこの時点で。だいぶ使ったねこれラー油。であとは砂糖でございますが、砂糖、今回のね間違えちゃいけない砂糖、シュガー、ちゃんとシュガーって書いてあるから、塩と間違えないでいきましょう。で大さじが大さじ1ということなんで、すげえ固まってんなこれ。しばらく砂糖使ってないからね、こんな感じで固まって、砂糖大さじ1と、これもう大体で大体でいいでしょう。小さじ3杯だよ、小さじ3杯大さじは小さじ3杯なんですか。あじゃあこんぐらい、こんぐらい入れちゃいますか。
ナイスアシスト、ありがとうございます。ちょ全然入んないんだなこれね。これね、なんかね、おしゃれなのはいいんだけどね、買った自分も悪いんだけど、こうやって入れるんですけど、もうめっちゃね、ここにね、粉がね、半端ないんですよ。これ粉がついちゃうから、どっちしろこれ入れるというね、このおしゃれさがあだとなって入れにくくなってるっていう。100均でございますこちら。はい、で、まあ、こんな感じで入れて、もうあと全て入れ終わったかな、ね。まあ、こんな感じで、タレはね出来上がっております。であとは、こちらでコトコトと、お湯をね、お湯じゃない、お湯っていうか沸かすという感じでございます。あ、でもね、意外ともううまそうだよ、この時点で。この時点でうまそう。ちょっと今回はもう直に行っちゃおう。これ炭火の良さ、このダッチオーブンの良さをねふんだんに使いましょう。この上に乗せて、より強い働いてますよ今ね。はい、じゃあこれで作っていきます。まあ1人分なんでね、まあ大体ですけど、まあ、2本ぐらいでいいかなこれね。ネギはこんぐらいでいっちゃいましょうか。と、まあ青ネギはまあ別にいらないから、まあこれはちょっと取っておきましょうか。はい、こんぐらいで。で、次が、じゃあ、次はね、ニラですね。ニラはニラも3分の1ぐらい。ニラも3分の1ぐらいだから、これを。ざっくりこんなもんでいいかな、大体で大丈夫でしょう。あれあれ、全然入んない、全然入んない。で、白菜は一応4人前で4分の1ぐらいなんですよね。だけど4分の1なんで、まあこれも大体ですね。まあこんなもんでいいでしょう。いや、ここら辺でこんなんで OK。これをつけて、まあ、ざっくりとね、ざく切りでしていきます。こんなもんでいいっすかね。で、次にですね、こちらちょっと鍋にね、スキレットに、ごま油をちょっと入れていきます。ごま油入れて、で、ネギをね、入れる感じなんですけど、その前にこのニンニクをね、入れるんですね。このね、ネギを焼いてニンニクを入れることによって、あの、美味しさが全然違うらしいです、どうやら。本当はね、お鍋に入れる予定だったんですけど、ちょっとスキレットでやんなくちゃいけないみたいですね。ちょっとスキレットでやんなくちゃいけないことになっちゃった。本当はお鍋でその中で炒めた方が良かったんですけど、ちょっと炒められなかったんで先にスープ作っちゃったんで、なんで、ね、ちょっとミスっちゃいましたね、はい。なんで一応ごま油にネギとニンニクの味をこう染み込ませるということが味噌ということで、いや、味覚ありますよそれ、コロナになってないか俺。で、ニンニクをですね、入れてきます。こんな、これぐらい入れちゃおうか。もうたっぷりニンニクでいこうね。たっぷりニンニクで、うわ、すごい油が、換気扇、で、これを3分ぐらいいくらしいっす。3分間、焼くということらしいんで、すごい跳ねるねこれ。なでしこちゃんの餃子鍋作ります。
なんだそのリクエストは。なでしこっていう人が作ってんのか、まあ、あんま見てないかわかんないんだよね俺、うん、あんま見てないんだけど、これを3分ぐらい、焼くということらしいです、うん、まあでもこれうまそうだよね普通に、普通にこれ、うん、これをね3分間焼いていきます。 OK、 じゃあもうこんな感じでねネギ焼きができたんで、要はニンニクとごま油をね染み込ませたらもうネギがね味が違うで、ここにこれはそのまんま、置いておきます。はい、じゃあちょっとね今回のメインでございます、こちらの餃子でございますね。私のこのライオン FX のね餃子、50個入っております。ちなみにですねゆるキャンで入ってた、餃子は50個入っているんですけど、これは全部入れることはできません。全部入れたらちょっと危ないと思います。なんか体調的にも住宅的にもさすがにね、ドクターストップがかかると思いますんで、ね、この餃子をね一応ね、うん、いやヘタレやがった、いやこれヘタレっていうかさ、これだって逆に入らんで、これ入らんからね、鍋的に無理だよこれ。だって2個で結構面積使ってるもんこれ、まあ、とりあえずねできるだけ入れますよ、できるだけ入れますけれども、3つ目、4つ、5つ、7つ、いや20個も入んないこれ、8つ、9つ、あ10個ですね、11個、12個、あ広瀬はねもう最近全然やってないですね、11個12個、いや負けちゃうのとかさ、いいよ負けても俺、13個でいく、で14個いこっか、じゃあ14個ね、14個にしよう、いや切りのいい15個にしようか、15個でいこう、いやもうこれ大丈夫かこれ、野菜入れてはもうタブタブなやつなんじゃないのこれ、まあいいよとりあえず15個にしましょうね、15個で勘弁してください。15でこれこの豆もやしをね入れます。これ1袋15円、もやしってめっちゃコスパいいよね、ほんとこれをこう入れるっぽいっす。ちょっと水分がね溢れちゃいそうな気がするんだよ、このもやしの水分とね、でプラスこのこの白菜入れんだけど絶対絶対溢れるよな、なんか嫌な予感してくるな、嫌な予感しか出てこねえぞこれ。でニラを入れてきます。はい、ニラこんな感じ、4人前じゃないですよねこれ、1人前なんだよね、一応1人前なんだけど、ニラはね全部ちょっと入れとこう、白菜はね後入れいけるし、まあニラも後入れいけるけど、まあ、ニラはねふんだんに使いたいか、俺はねもうね人に迷惑行為したいからね、迷惑系 YouTuber なんで、迷惑をかけて、まあ、明日休みだけど、こんな感じで入れていきましょう。よっしゃ、はい、で最後このね私が作ったニラのね、ニラじゃないニンニクのネギ炒めを、入れていきます。これを入れるだけで全然違うらしいですからね、ニンニクがもう詰まりに詰まった、ネギをっていうかもうニンニクの組織が半端ねえわ、うん、絶対翌日の仕事は完全アウトの料理だねこれは、まあ、とりあえずごま油とネギをふんだんに、入れていくという感じでございます。はい、ということで、ここで蓋を閉めます。閉まりません。まあでもこんな感じでね押し込んどけばグツグツといくはずなんで、ネギとさあどんな味なんでしょうか。
結構ね、行きましたからね、餃子をね、餃子さん行きましたから。じゃあ2本目、こちら、バドワイザーいただきます。ね、昔から変わんない。しかもね、このね、この部分がおしゃれ。これ、この王冠みたいなやつ。うん、ね、昔変わるけど、これ。久々にバドワイザー飲むような気がする。ちょっと薄めなんですよね、これね。ちょっとほら、ちょっと薄めの感じの、ビールなんですけど、昔はね、瓶ビールで売ってましたけど、今はアルミ缶で売ってますので。じゃあいただきます。お疲れ様です。あー、馬押し。よっしゃ、できました、できました。なんでちょっとこれを、わ、餃子がもうめくれちゃってるぞ。これ餃子めくれが半端ない。もう崩れちゃってるわ。まあでもいけるね。お野菜も入っていて、ニラも、そしてネギを入れていきましょう。わ、これはね、もう絶対うまいやつやこれ。しかもちょっとこれ直火すぎるから、少し変えましょう、これ網に。よっしゃ、できました。じゃあゆるキャンのね、餃子、まずネギからにいってみましょう。いただきます。あー、めっちゃうまい。これいいね。もうね、なんかごま油の香りとニンニクの香りがめっちゃいいね。ネギの甘みが最高ですね。じゃあ餃子いっちゃいましょう。うん、合う、めっちゃ合うよこれ。しかもピリ辛感がいい。うん、ごまも効いててまろやかですね。うん、これおつまみめちゃくちゃいいよこれ。あー、うまい。これはめっちゃくちゃうまいね。ただちょっとね、辛い人はめっちゃ苦手な人が多いかもしれない。これラー油を少し少なめにしちゃってもいいかもしれないですね。なんで大さじ半分ぐらいかな、うん、それ入れちゃってもいいかなと思うんですけど。うん、個人的にはこのぐらいの辛さがいいかもしれないね。辛いの苦手な人はちょっとラー油半分ぐらいがね、ちょうどいいと思いますね。あー、これはハマるわ。なんかビールがガツガツいけるやつ。これをキャンプでやったら確かに美味しいかもしれないね。あの冬とかそういう時にやることによって体も温まるし、その辛さでお酒もいけるってね、この素晴らしいやつ。ぜひともね、このゆるキャンのね、餃子鍋めちゃくちゃうまいんでね、ちょっとやってみてください。もうこれはね、ハマるわ。ちょっとまたもう一回やるわこれ、うん、このうどん入れたらさらにうまそう。